小柄ながら迫力あるバネと高い柔軟性、そしてその身体能力の高さを見せるこのエレーネ・ゲルバニシビリ。さあ望むこの曲はドン・キホーテ。さあマサちゃんコンビネーションから、トリプルルッツの予定でしたが、これはシングルルッツです。ダブルアクセル。さあ3つ目のジャンプ、トリプルサルコ、安定感ありますね。22歳のこのゲルバニシビリですが、2006年のトリノ、そして前回10年のバンクーバーオリンピック、2度のオリンピック出場経験があります。今年のヨーロッパ選手権では表彰台3位。非常にこう躍動感のある選手ですね。ステップシークエンスもこの選手の良さがよく出てますね。体の柔らかさも出ています。さあ曲調が変わっていきます。トリプルトーループ、ダブルトーループ。トリプルサルコ。ジャパンオープン初出場のこのゲデバニシビリ、初めてのチーム戦、みんなにアドバイスをもらいながら頑張りたいと話していたこのエレーネ・ゲデバニシビリです。トリプルトーループ。最後のジャンプ。アクセル、これはちょっと入る前に中に入りすぎましたね。コレオグラフィックシークエンス、女子の場合はスパイラルを入れなくてはいけません。チームヨーロッパ、ブルジア共和国のエレーネ・ゲデバニシビリ、プルシェンコの今表情も映りました。少し終盤やや疲れた感じもありましたが、ここはゲデバニシビリなんとか演じ切りました。